今日は海にやってきました。チートンです。こんにちは。ズラーメンさんとチートンさんと洞窟探検の後に海にやってきました。チートンさん、ここは食料取れるんですか？そうなんですよ。ここはですね、松葉貝とかの傘貝系が結構豊富にあって、漁業権的にも全く取っても構わない場所なので。漁業権設定されてないってことですね。されてないってことですね。あ、じゃあもう取り放題じゃないですか。取り放題です。美味しいんですか松葉貝？松葉貝はですね、非常に癖がなくて旨味がたっぷりあるんで、めちゃくちゃ美味しい貝です。アワビみたいな感じ。アワビ。そうですね、まさにアワビに近いです。あ、じゃあアワビ取りましょう。見てください、この波、強い波。あ、危ない。あ、食料が、こんなところに食料が。食べていいですかね、これ。松葉貝、これ松葉貝ではないですね。アワビだ、これは。これはアワビですよ。食おうと思ったら食えますね。いましたか？お、あ、でかい、でかい。松葉貝だ。あ、ヒザラ、ヒザラ貝もある。ヒザラ貝もいます。いや、これウイソギンチャクっすよ。ウイソギンチャクか。ウイソギンチャク。危ない。危ない。危ない。ついてますけど。あったね、これ。硬いな。硬かすやつがいるな。これはタンマキビの仲間かな。ミシンしてますね。やべやべやべ。やべたー！ありますか、松葉貝。うわ、めっちゃでっかい。わー、でかい。でかい松葉貝ですよ。めっちゃ身入ってそうですね、これ。確かに、これやばいっすね。やば。あー、危ない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 。取れない。取れ、取れっか。取れない。なんかで、こそぎ落とさないかんな。うわ、特大の船虫。特大船虫。特大札虫が、うわあ、ここにでっかい松葉貝がいますね。ほら、取りてえな。取りてえな、これ。絶対うまいぞ、これ。すごい吸着力や。食料だ、これ。取れろ。取れない。取れた。なんか違う種類かもしれないけど。本当だ。なんすかね、これ。食料アワビだ。危ないな、カメラ片手で行く。マジで危ないわ。完全に閉鎖はされてないけど、ちょっと潮だまりチックになってますね。ここ、海に流、海に流れますよ、ここに。うわ、これ、これ食料じゃないですか、これ。これは食料だよ。全部食料。あと、こんなところにもなんか巻き貝が。これ、これも食える。これ食べれますね。食べれますね。取れますか？取れた。食料取れたんか。車の鍵です。うわー、イエーイ。アワビ、アワビですね、こんな。でかっ。何これ。いや、でかい。こんなアワビですよ、こんなの。しかも、ここ硬いですね、なんか。これ、あの、岩がついてます。岩がついちゃった。岩が剥がれて。岩をもう剥がす。岩ごと剥がす。吸着力。これは茹でますか？茹でましょう。茹でるんだったら水だけあればいいんで。最悪、海水でもいいんで。そうだ、海水でいきますか。海水でいきましょうか、天然水で。頑張れ、チート兄貴。いきますか。これ、下からいけるかも。よっしゃ、取れた。一匹ゲット。おっしゃ。おー、でかい。うわー、でかい。うわー、アワビはもうこんなの完全に。うわ、うまそう。うまそうっすね、これ。これは、これ本当に美味しいですよ、本当に。あ、これ楽しみですね。茹でましょうよ。茹でましょう。天然水いっぱいあるんで、そこに。くっついてますね、これ。取れんかな。ほらほら、おっしゃ、取れた。おっしゃ、取れた。食料、食料まだいますね、あそこに。食料。あ、すごい、あんなところででかいのがおる。これ取りたいな、でかいの。いけんかな、ちょっと。きついかな、これ。やってますね。おっとな、これは。いけんだ、とりあえず手前のやつやるか。おら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 。よし。おっしゃ、取れた。うわ、もう石ごと削って取り出さないか。おっとしました。いや、すごい。石ごと削りましたよ、もう。セット結で。大きいですね。重いっすよ、それ。これはうまいっすよ。なんかでかいの、下の方にいますね。下の鍵になってるところに大きいのがいますね。ほら、アワビサイズがいます、ここにも。アワビみたいなやつを。おらおらおら。よし、いけそう、いけそう。よっしゃ。うわ、よっしゃ。でかい、でかい、アワビサイズ。爆弾サイズ。わかった。2人とも靴ごと海に入って大丈夫ですか？大茶さん、これ触ります？いや、なんかとても触り心地が、触り心地が、あ、すごいプニプニして気持ちいい。ツルツルプニプニで気持ちいいですね、これ。今、大茶さんのためにね、ゴシゴシ洗ってます。あ、ありがとうございます。ここが口ですね、おそらく。ここで苔とかこそげ取って食べてるんですね。わー、楽しみ。絶対美味しいでしょ、こんなの。こんなところに潮だまりがありますね。なんかちっちゃいものがうごめいておりますが、これは横エビの仲間ですね。甲殻類ですね。このような小さな潮だまりにも生命体がいるんですね。アオサが生えていて、横エビがいます。多分このアオサを食べてるんでしょう。アワビ洗ってますね、あそこで。あれ、だいぶあいつアワビ取るのにハマってますね。アワビっていうか松葉貝ですけどね。だいぶ取れた。何個取ったの、これ？12個取りましたね。1人3個食べられますね。さ、それは結構いいやつじゃないですか。じゃあ行ってきます。お願いします。はい、天然水よ、ズラメさん、天然水よ。大丈夫ですか？危ないっすよ。危ない、危ない。うわー、取ったぞー。よっしゃ、やったー、天然水や。それでいきましょう。あ、ここに天然水お願いします。ぶち込みますよ。ファイヤー、オッケー、いきます。乗せてください。ドバン。よっしゃ、よっしゃ。沸騰するのを待ちます。天然塩水沸騰したら、あの合法アワビをここに入れます。ぶち込みましょう。塩茹でで素材の味だけで勝負しますからね。楽しみですね。めっちゃ楽しいですね。ここはなんか天然のものしか食べてない気が。あの、さっきの大ゲジが大地の恵みなら、こっちは海の恵みですからね。まさにそれですね。大地と海の恵みで体が浄化されていく気がしますね。早く沸騰しろよ。こっち腹減ってんだよ、俺らは。早く沸騰してくれよ。水ラーメンさん、靴下ごと海
ってしまって大丈夫ですか。これ泳ぎたくなってきましたよ。いやいやいや危ないです。靴流されますよ。こんなとこ置いといたら靴流されちゃう。危ない。ちょっとこれここに置いときます。なんで片方だけ脱いなんですか。なんか粉めっちゃ入っちゃったんで。あーなるほど。でもやっぱ楽しいですね。楽しいですね。海は赤ん坊の声に戻ると言いますか、結構童心を思い出しますね。トンビが、あ、トンビだ。トンビが俺たちの、俺たちファンビ狙ってますよ。あれトンビが狙ってる。これは狙っとる。あれおトンビが俺たちの食料狙っとる。トンビがあっち行け。天然の風よけはいいね。安定感が違うわ。ビクと思ったよね。はい、湧いて。お腹空いとるから俺ら。トンビも狙ってきとるしよ。靴下が破れとる。破れちゃいました。岩場で引っ掛けて破れたんですね。はい、もうワンパク小僧ですね。結構来てますね。湧いてきましたね。ブクブク。湧き始めてきましたね。もう入れちゃいますか。入れちゃいましょうか。入れちゃいますよ。ああ、大丈夫ですか、チーソーさん。あ、もういい感じじゃないですか。アワビがなんか縮んできた。アワビの足の部分が熱で、あーあーかわいそうに。ごめんね。君たちはもう俺たちに食べられる運命だったんだよ。わあ、うまそう。これ結構身が縮みますね。出るともう取れてますよ。ほら、ほんとや。でここがあの内臓系なんで、あ、肝ですね。ここをパカッて剥がす感じですね。あ、肝は美味しくないですか。あんまり肝はですね、あの岩が混じって砂利が混じってて、あ、結構ジェラジェラしてるんですよ。じゃあ肝は取った方がいいですね。はいはい、身がマジで美味しいです。ちょっと砂出しするともっと美味しいんですけどね。いや、ポコ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 外れてきましたね。わ、外れますね。あ、どんどん外れてきた。簡単に外れる。まるで茹でたアサリの殻が開くようにポコ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 と松葉貝の本体が上がれてきております。目がまっすぐちょんちょんってなってますね。まあ、この出汁でラーメン作ってうまそうっすね。これ海水だからしょっぱいですよ。あ、そうか。蓋して高血圧になりますよ。楽しみっすね。すごい匂いがするんですけど。食べれそうだな。うわうわー、これはいい出汁出てますね。いい香り。全部殻から剥がれましたね、身が。あ、トンビが狙ってる。あらんぞお前、あっち行け。食べれそうですね。絶対うまい。これはいい感じ。うまそう。あ、アワビ。うわ、ブリブリですね、本当にこれ。ブリンブリンのアワビ。すごいな。肉厚ですね。もう食べられるでしょ、これ。はい、食べましょう、もう。うわあ、うまそうだな、これ。いただいちゃいましょうか、これを。天然の五宝アワビ。ツバガイの塩湯で。うわ、うまそうですね。醤油垂らしても格別そうですね。いただきましょうか。食べちゃいましょうか、これを。いただきます。いただきます。プリプリ。これはね、砂がついてるんでジャリジャリするかもしれないんですけど、この肝のところに砂が詰まってるんですよね。このお尻の方からですね、はい、こうずるっと指を入れてグッと押し込むようにしてやるとポロンと取れます。なるほど。こう結構簡単に取れますよね。あっつ、あっつ、あ、取れる。でもあつ、やつ、やつ、やつ、グイッとやると綺麗に取れると思います。結構、結構砂噛んでますね。あっち。じゃあ私もいただきます。あ、うまい。塩味ちょうどいいっすね、これ。うまい。いただきます。もうアワビだわ、これ。アワビプリプリ。食感もアワビ。うまい。うんま、うんま、最高っすね、これは。本当にビール欲しいな。酒が欲しくなるな、これは。これは最高ですね。マジでうまいっすね。これは海岸のビーフですよ。最高だ。すごい。ちょっとこれ腸ですよね、これ。あ、それ腸ですね、消化管ですね。あ、腸長いっすね、めっちゃ長っ。こんなちっちゃいのにめっちゃこんなぬるんと一本。うわぁ、うまみがすごいっすね。いただきます。甘い。うわ。鈴木大丈夫かお前。噛めば噛むほどに旨味が広がってくるな。うまいふや。松葉貝のこの模様見てください。裏側のこれ大きい。これ真珠でしょ。もう合法真珠だな。これが松葉貝のお顔ですね。お目目がちょんちょんってあって可愛いですね。これが口です。この口で岩の表面に生えた苔などをこそげ取って食べてるんですね。じゃあいただきます。噛められて断面になってしまいました。噛めば噛むほどに旨味が広がってきます。断面がアワビですね、これ。内臓ごといきます。はい、あ、内臓ごといきますか、水溜りさん。内臓ごといきます。やりとしますか。大丈夫ですか。大丈夫。はい。これなんか見た目結構やばいですね、これ。ナメクジみたいじゃん。いきます、食べます。どうすか、肝付きは。砂利がめっちゃあるんですけど、その中にちょっとクリーミーな感じですね。アワビの肝感ありますか。あります、あります、あります。あー、やっぱ肝はうまいんだ。アワビの肝食べたことないんですけど。夜な夜な移動して5メーターぐらいはね、こう餌を食べながら進むらしいですよ。へー。その時に表面のね、海藻類を食べながら、多分表面も削って一緒に食べてるんでしょうね。へー、なるほど。内臓にこういう岩の殻があると。そうなんです。はいはいはい。ちょっと養殖して砂出しすればもっと食味よく食べれると思います。確かに高級食材になりそうですね、アワビみたい。味はめちゃくちゃいいんでね、本当に。これが漁業権ないのってなんかあれですね。害ですね。やっぱ数取れないからっていうのもあるかもしれないですね。ああ、なるほど。うまかったわ。全部食べちゃいましたね。美味しかったです。美味しかったです。めちゃくちゃうまかった、これ。アワビじゃないですか、ほぼアワビ。うわ、でかいですよ。すごいな、これ。またサバイバルスキル上がってしまった。これちょっと出汁飲んでみたいんだけど、これ。出汁飲めよ、鈴木。最後に出汁飲んでくれよ。どう？あー、塩濃いわ。塩濃い。絶対ラーメンとかに合う。あー、うまいっすよね。出汁がめっちゃうまいっす。カ
貝出汁はうまいからね、焼いても美味しそうですね、これは。焼きやばいですよ、焼きは、うん、昔これ僕焼いて燻製にしたこともあるんですけど、はい、そのギュッと旨味が凝縮されて噛むたびに味が出てきて美味しかった。うわ、気持ちよかったですか。気持ちよかったです、ね、岩の影に潜んでるんですよね、アワビのような味がして非常に美味しかったですね。これはまた取りましょう、はい、今度は焼きでやりましょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。非常に美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて撤収しましょう。なんかトンビが狙ってたんで攻撃してきますよ。気をつけて帰りましょう、はい、ちなみに、はい、あくまでもここでは漁業権的に取っていい場所だったんですけど、皆さんが取るときにはその場所の漁業権確認してください。そうですね、はい、域によって漁業権が設定されている生き物の種類が変わってきますので、ご注意ください。あくまで今ここ撮影している場所では OK っていうだけですからね。磯でこういうの取る場合は事前に漁業調整規則などをよく確認してください。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。